なんとあのイベントラベズキッチンがついに皆様の喉を満足させる時がやってまいりました。雑い。タカラベです。おかえりラベさん、ちえちえようこそ。ラベさん、ちえようこそ。皆様お久しぶりでございます。タカラベりょうじでございます。今日の動画は見ましたでしょうか。今日のあのミュージックビデオ、ミュージックビデオというか音楽チャンネルですね、僕のラベオンの方であのアップされましたドラえもんでございます。まだ見てないよって方はもう今すぐ言ってください。今それを見てからまたこっちに戻ってきていただけたら嬉しいなみたいな感じなので、よろしくお願いいたします。あ、ちなみにちょっと脱線ばっかりしてしまうっちゃうけど、ドラえもんね、もう一回出します。一人グリーバージョンを今作ってるんですよ。なのでぜひ皆様、もう少々お待ちください。まあ今月中か4月の頭には、出したいなと思ってますので、お楽しみにしててください。さて本日はですね、皆様にあれなんですよ、俺告知をしたいなと思って、なんと4月の13日にですね、歌いストカフェっていうのがあるんですよ。まああの YouTube に歌いストとタカラベリョウ、フューチャリングタカラベリョウジで Your Smile Days を歌ったんですけども、そこの場所でございます。でそこでですね、2部構成のライブを行います。ただ、まあ、金曜日やけんちょっと皆さん来づらいところもあるかもしれないんですけど、お試し企画でございます。なんだよお試し企画ってなるやろ。違うんですよ、お試し企画になる理由があるんですよ。なんとあのイベントを、あの企画をついにイベントにしてみようかなと思いまして、なんとあのイベントラベズキッチンがついに皆様のの喉を満足させる時がやってまいりました。雑い。4月13日2部構成1部2部があるんですけど、2部はいつも通りのライブ、まあいつも通りのライブなんですけど、1部はなんとライブズキッチンを行います。イエイ。第1部は宝部領事初めてのラベズキッチンタイトル仮でございます。第2部、歌いストとラベジャワのライブタイトル仮でございますね。一部はですね、まあ、12時半ぐらいにオープン予定でございます。メニューは2種類用意させてもらいます。そしてその2種類のな、あ、ライン2種類のな、あ、ライン、その2種類の中から皆さんは事前に教えてください。事前に教えてもらう、フォームみたいなのを作ります。 Gmail とかで、なんね、Gmail とかで送ってもらったりとか事前にいただいて、で私たちはもうそれを準備しておいて、皆様が12時半に来ましたと、そしたら僕たちが配膳します。ラベジャワでご飯を食べてもらってる、まあ僕たちが作るんで配膳して、いやちょっとふーって一休みして、で皆さんはご飯を食べながら、まあそうですね、30分ぐらい僕たちが歌います。まあその30分はみんなからのリクエストとかを聞きながらやっていこうかなと思うので、チケットを購入できた方はですね、なんかこうリクエストの曲とかをちょっと考えてきてもらって、だったら30分ぐらい歌おうかなって思っております。時間はだいたい2時ぐらいまでですかね。12時半ぐらいに来てもらって、ご飯を1時間ぐらい食べてもらって、30分ぐらいライブしてバイバイって感じですね。一部はで、第2部はライブでございます。歌いストが歌って、ラベジャワが歌って、歌いストとタカラベリョウジのコラボのライブがあって、で最後にちょっとした、まあ、交流みたいな感じですかね。なんかお酒とかも提供するので、もちろん未成年の方は飲ませませんよ。飲ませません。未成年の人には絶対に飲ませませんけど、僕たちは飲みます。僕らは飲みながらペチャクチャ喋ってっていう感じですかね。だいたいその2部の方は3時間ぐらいですかね。多く見て5時オープンの5時半にイベントがスタートして、だいたい8時から9時ぐらいには終わるようにはしたいなって思っております。さてお値段でしょう。お値段が気になりますよね。そうですよね。僕もこれすごく考えたんです。どうしようかなって思ったんですけど、一部の、ラベズキッチンはどうすか、2500円
です。2500円。いやー、ご飯代も込みでライブもちょっと見れてっていうので2500円って感じですね。こうで第2部は3000円ですね。3000円で行こうかなと思っております。第1部第2部投資で買いましたっていう方、そうですね、500円引きの5000円とかでどうでしょうかねって思っております。ただどちらも限定30名様のみでございます。はっ、宝部マジで飯食いたかったっちゃけど、なんで金曜日にすると、まあまあごめん、金曜日しか空いてなかったっちゃん、ちょっと予定がいろいろ入っとったっちゃん、もう一回するけんそれは待っとってん、とりあえず金曜日手探り的な感じやけん第1回目やけん。チケットの販売は3月の31日の、午前10時ぐらいから行おうかなと思っております。今ですね、チケットピアだったりとかあの辺にちょっといろいろこうわーってやってるところなので、リンクができましたらそちらから購入していただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、写真とかサインとかはグッズを購入してくださった方だけっていう感じにさせていただきたいなと思っております。すいませんけれども、そこのところはよろしく、ご了承よろしくお願いいたします。その代わり、まあちょっとグッズ的なもの、あのラベージャワータオルとかもございますし、もしかしたら新しいグッズを作るかもですよっていうところもありますので、よろしくお願いいたします。あと4月の15日はですね、ちょっと宝部東京でライブしてばっかりでかな、ちょっと地方の方にも来てほしいっちゃけどっていう感じの方もいっぱいいらっしゃると思いますし、僕も地方ではやりたいんですけど、ちょっと今んとこできてないんですよ。ただ4月の15日はですね、広島でヒッピーさんのワンマンライブがございまして、宝部ルージナとそっちにありゲストとして出させていただきます。トライギャッギャッギャッギャー出させていただきますので、広島の方、ちょっと、多分僕1曲しか出ない感じになってしまうとは思うんですけれども、わかんないんですけども、まだリハーサルもやってないのでちょっとわかんないんですけれども、出ます、広島歌います。本日はこんな感じでしょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、さよ、アディオス、バイバーイ、またのお帰りをお待ちしております。